カチンまたは D、ノルプソイドエフェドリンはフェネチルアミン及びアンフェタミンに化学分類される抗精神薬である。精神刺激薬として採用する。天然にはカチノンと共にキャサイジューラスに含まれその全体的な作用に寄与する。アンフェタミンの力値の10から14%である。アンフェタミンやカチノン、エフェドリン等、他のアンフェタミンと同様にカチンは ノルアドレナリンとアドレナリンの有利剤として働く。また、幾分弱いが、ドーパミンの有利剤としての作用も持つ。食欲抑制薬としての効能がある。カチンは、フェニルプロパノールアミンの高額異性体の一つである。カチンが含有される、チャットキャサイジューラスオリンピック等で用いられる世界、アンチドーピング機関の禁止物質のリストでは、 1> 尿1ミリリットル中に5マイクログラム以上の濃度のカチンを禁止している。抗生死薬に関する条約の下では、カチンはスケジュール3に指定されている。アメリカ合衆国では、スケジュール4の規制物質とされている。香港では、第134章デンジャラスドラッグスオーデネンスでカチンが規制されており、健康管理の専門家の指導のもとか学術。 研究用途の場合のみ合法的に利用できる。処方箋があれば薬局から入手できるが処方箋なしで処方すると1万本コンドルの罰金が課される。また流通や製造に対しては500万本コンドルの罰金と終身刑が課される。当局の許可なく使用のため所持すると100万本コンドルの罰金と7年間の禁庫が課される。ありがとうございます。